こんにちは、お元気ですか？元気があれば何でもできる、イブセです。今回はですね、この話題について深く掘り下げてみたいと思います。お注射を進めていた あいつが感染しちゃったっていうね、いよいよ始まりましたっていうのはね、一体何が始まるんでしょうか。こういう質問がありましたね。注射を打てば感染しないって言い切っていた河野太郎さんが感染したみたいですね。安倍元総理のお通夜とかに参加していたみたいですが、他の人とかに移してないでしょうか。イブセさんはどう思いますか、というね。いや、私これね、逆にやばいなって思いますね。あの人が感染したね、ってことはですよ、まあね、結局お注射打ったって感染するやないかってみんなね、ふざけんじゃないってね、怒り心頭かもしれませんけれども、これね、まだまだお注射打てっていう、そういうサインじゃないかななんて私思うんですけどね。でもね、一部ではこれはね、いいニュースだっていうね、いよいよあれが始まったんだっていうね、まあ、そういうふうに言う人たちもいますよね。今回はね、ちょっと若干ね、またね、都市伝説の方にガーッと触れたようなね、思いっきり触れたような、そんな話も出てきますので、よろしくお願いいたしますと。それでは早速行ってみましょうね。まずね、このニュースが出てきました。ね、12日の朝、喉の痛みを感じたことから医療機関に行ったら、河野太郎さん元ワクチン大臣がですよ、コロナに感染ね。しかも安倍さんのお通夜などいろんなところに出席しております。これによって、もしもね、政治家たちの間でパンデミックが起きたらどうするんでしょうか。この人どう責任取るんでしょうね。あと、お注射の副作用でいろんなところかね、もう副作用がいっぱい出てますんで、いろんなところで訴訟が起きていると。まあね、これからどんどんそういう訴訟を起こしていこうじゃないかっていう動きもありますから、政府はね、どうそこら辺弁償してね、保証するんでしょうね。まあそこら辺の話もね、どうなっていくんでしょうか。この人の責任は重いと思いますよ。で、こういうね、発言もありますね。ワクチン打ったら感染しない、ワクチン打ったら守られる、そのようにね、河野太郎が言っておりました。で、この人3回接種してるんですよね。3回も接種しているのになんで感染するの？おかしいでしょう。あなた言ったこととね、全然違うじゃないのっていう感じですよね。で、ネットでね、どんな風に言われてるか、ネットではこんな風に言われております。ははは、は痛烈な面当て、皮肉な末路と思いたいですね、と。回復後懲りずにキャンペーン利用されたりしないようにという、まあね、そういう発言がありますね。あとこんな発言、やっと来ましたね、遅いくらい、3回接種されたとのことでしたが、プププープーですねっていうね、まあこんな発言がありましたね。これツイッターの方ですけどね。でね、実はね、これ6月のニュースなんですけれども、実はね、ファウチさん、ね、CDC のね、ファウチ所長。このファウチさんもね、お注射をもう強力にもう世界中にこう進めてた、まあ、人なんですけれどね。あの人が、まあ、6月の段階で感染してたというね。まあ、こういうふうに、お注射をガンガン進めてた人が、コロナにガッコロッと感染しちゃってるわけ。これは一体何を意味してるんでしょうか。こういうね、これとある人のね、ブログの記事なんですけれども、お注射を強く進めていたファウチも、河野太郎氏もコロナ陽性。デボルさんは逮捕されてますね、と。
これは何を意味するのでしょうか。闇側、つまりカバールの崩壊だと言うんですよ。で、ホワイトハットが世界中で活動しています。お注射進めている人は政治家だけでなく医師なども処罰されますと。まあ、ホワイトハット軍に処罰されるって、これ実はね、佐野美代子さんのね、ブログなんですけれどもね、こんなことをね、佐野さん言われております。で、ツイッターにはね、こんな発言もありますね。コロナ感染イコール軍事裁判送り、本物逮捕済みと。本物はもうすでにもう逮捕されているんだと。この人はクローンなんだと、ゴム人間なんだというふうなね、これはもう思いっきり都市伝説ですけどね、アーバンレジェンドですけどね、ゴム人間だったということですよ。でも本物は軍事裁判にね送られてると、デマ太郎ついにしょっぴかれました。片道切符、自民、河野太郎広報本部長が、感染したと。で、安倍元首相の通夜にも出席。上級国民の感染は軍事裁判送りのこと。トランプホワイトハットがもう逮捕したんだぞっていうことですけどね。信じるか信じないかはあなた次第ということですけどね。私ね、逮捕っていうのはね、ちょっとね、信じられないですね。申し訳ないです。クローンとかゴム人間とかね、影武者が、うろうろね、テレビに出たり、コメントをね、インタビュー受けたりっていうのは、ちょっとね、考えづらいですよね。いくらね、テレビをね、闇側が、ディープな連中が牛耳ってるとはいえ、そんな大掛かりなね、大胆なことってできないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、情報としてはね、ポップコーン食べながら面白がるっていうのはありだと思うんですけどね。でもね、ロンメル氏ってあるじゃないですか。ロンメル氏。もしもこのデマ太郎さんがですよ、亡くなっちゃったら、これはね、あるかもしれないです。ロンメル氏っていうのがあるかもしれない。これはね、あるんじゃないかなってのはちょっと思いますけどね。あなたはどう思いますか？で、そして極めつけはこの情報。緊急放送の準備をしてください。ミスタープール氏、7月はゲサラに向けてのターニングポイント。世界緊急放送は日本から発表されるそうです。トラさん大統領が最初から言われていたことだよということですけどね。私もね、この世界緊急放送、初めて知った時には、あれマジでそういう放送がこれから起こるんだみたいなね、もう何年も前から言ってましたけど、結局放送ないですよね。もうね、ワクワクさせておいて、世界緊急放送起こるんだ、すげえなーなんてね、思いましたけどね。でもね、ワクワクするだけでもね、楽しいじゃないですか。楽しみながらね、待ちましょう。で、7月中がターニングポイントだって言うけど、7月中に放送はない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 。いや、そもそも緊急放送なんかしないでしょう。と私は思うんですけどね。こういう都市伝説、私大好物なんでね、今後もね、ちょっとね、出していきたいなと思うんですけど、皆さんも決して信じないでください。これ都市伝説ですから。いかがだったでしょうか。ね、さっきから何度か言っておりますが、これ都市伝説です。アーバンレジェンドですから、ポップコーンでも食べながら笑って見てればいいんじゃないでしょうか。決して信じないでください。私たちはね、愛と感謝で生きていきましょう。ありがとうとすべて思えば、こんなに幸せな日、毎日がね、やってくるんです。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくです。最後までご清聴ありがとうございました。